コペンハーゲン、クブンハウンは、デンマークの首都。デンマーク最大の都市で、自治市の人口は52万人。市名はデンマーク語のクジョブマンドヘブンに由来する。北欧のパリと比喩される。コペンハーゲンは、デンマーク東部のシェラン島東端に位置し、コペンハーゲン湾に面する。湾は、シェラン島とアマー島との間の水道の北端部でも、あり、エーデスンド海峡に面している。 海峡対岸はスウェーデンスコーネ県の丸目市、ルンド市で道路、鉄道橋、トンネルであるオーレスンリンクによってつながる。それらを含めた都市圏人口は190万人に達し、北ヨーロッパ最大級の都市圏である。日本の民間研究所が2016年に発表した世界の都市総合力ランキングでは世界19位と評価された。一方、 アメリカのシンクタンクが2016年に発表した世界都市ランキングでは世界42位と評価された。コペンハーゲンのあるシェラン島周辺は古代ローマ時代にはハフニアと呼ばれたが辺境の地の島とみなされていた。都市としてのコペンハーゲンの起源は千年コロスベン一世とその息子クヌート大王によって良好として発見されたのが最初である。最初期の港の位置は コッペンハーゲン湾王部の現在のホイブロ広場にあり、目の前には小島があった。エーデスンド海峡に望む港は漁港から次第に商業の要衝へ発展を始めた。1167年にロスキレ、司教、アブサロンはスロッツホルメン島に城塞を築き、都市建設の始まりとされる。これはデンマーク王による国内統治強化とも連携していた。 1254年には、ヤーコップエルランド戦司教から都市の特許を受けた。しかし、ハンザ同盟と対立し、市街地及び城塞は度重なる攻撃を受けた。1417年に、城塞はロスキレ司教からデンマーク王の所有へ移り、王国の主要都市となっていき、近世には首都となる。1658年から1659年に、 カール十世指揮下のスウェーデン軍に包囲され降伏した。1801年にデンマーク艦隊と英国艦隊との海戦がコペンハーゲン湾内で行われ、デンマーク艦隊は撃破された。また、1807年、英国遠征軍がコペンハーゲンを砲撃し、旧市街に甚大な被害が出た。1850年代までに旧市街を囲んでいた城壁は取り壊された。 これにより、旧市街の衛生状態も改善した。第二次世界大戦中の1940年4月9日に、コッペンハーゲンはドイツ軍に占領され、デンマークは占領軍と協力し、モデル非占領国となった。1943年8月、協力は崩壊し、抵抗の時代が始まった。デンマーク軍は何隻かの船をコッペンハーゲン湾に沈め、 ドイツ軍を妨害した。1945年5月4日にコペンハーゲンは解放された。2000年にオーレスンリンクが開通し、エーレスンド海峡をまたいで、スウェーデンの丸目と鉄道及び道路で結ばれた。同国の経済の中心であり、世界的な海運会社、A、AP モラーマースク、ビール会社のカールスバーグ、製薬会社のボノルディスクの本社などが置かれている。 アマー広場ストロイエは、コッペンハーゲン中心の旧市街を東西に貫く、約1キロメートルの歩行者通り、繁華街で、1961年に歩行者専用となった。コッペンハーゲンの広大な歩行者道路網は、この40年で建築家兼大学教授である、ヤンゲールの手によって発達した。コッペンハーゲンジャズフェスティバルは有名な年中行事の一つである、男女同権。 生産における対等性はデンマークでは高い優先順位が与えられている。1996年の欧州文化都市に選出された。将来的なカーボンニュートラル計画、自転車レーンの構築などの環境政策などが評価され、2012年6月には2014年の欧州環境首都に選出された。王立劇場2つの競合サッカークラブ、 ブレンビー・イーフと FC コペンハーゲンは、コペンハーゲンを本拠にしている。近年では、ブロンビーが1985年以来、デンマークスーペルリーが20度優勝、デンマークカップでは5度の優勝を成し遂げ、デンマーク史上をもっと成功したクラブとなった。FC コペンハーゲンは、過去20年での獲得タイトルは、リーグ4回、カップ3回である。FC コペンハーゲンのホームグラウンドは、 デンマークのナショナルスタジアムであるパルケンスタディオン。デンマークサッカーの2番目の水準のリーグに参加している注目すべきコペンハーゲンのクラブとしては FC アカデミスク、ヘレルップ IK、ボルドクルベン、フレム、ブロンショー、スクヨルドが挙げられる。コペンハーゲンは3つのアイスホッケーチーム、レドフレミヒティブルズ、ヘルレフ、ホルネッツそしてノルドスイエラント・コブラズを有している。 男女両方のハンドボールチームがあり、両チームとも上級リーグでプレーしている。デンマーク・オーストラリアン・フットボールリーグがコペンハーゲンを本拠とし、英語圏以外では最大の OG フットボールリーグである。デンマーク式の40オーバールールールのクリケットクラブの複数がコペンハーゲンをホームとしている。デンマークは1966年以来、 国際クリケット評議会の巡回員だったが、このスポーツは学校ではそれほど教えられていない。コペンハーゲンの交通もコペンハーゲン空港が市中心から南東約1 0トルに位置する。日本との直行便が就航する。空港内には2つの鉄道駅があるデンマーク国鉄がコペンハーゲン中央駅へ乗り入れている。駅には優等列車、普通列車、 コッペンハーゲン近郊電車であるエストックが多数発着する。他の市内主要 DSB 駅コッペンハーゲン地下鉄があり2002年に M1 路線が開業した。北欧で4番目の地下鉄。2007年にはコッペンハーゲン空港駅まで分岐する M2 路線が開業した。2019年に新たな路線が開業予定である。コッペンハーゲン市交通局が 市バスを運行している。S、トック、リージェノルトーク、oc, 地下鉄とも共通のゾーン運賃体系となっており、初乗り運賃は隣接ゾーンまで、移動可能で 24kr、また乗り継ぎには、追加運賃は発生しない。デンマーク国内公共交通には、リジザコートが導入されている。また、コペンハー現金広域用の運賃支払いを可能と、 する、スマートフォンアプリが提供されており、回数券はこのアプリでのみ提供されている。詳細は、サイクリングインコペンハーゲンを参照大きな通りには、歩道と車道の間に自転車専用レーンがある。自動車と同じく右側通行であり逆走はできない。また、青信号の際に、時速 20km で走行すると、決して赤信号にかからないよう、信号機も工夫されている。 これにより、自転車通勤、通学の利便性も向上した。2014年には、サイクルスネークという自転車専用道路が開通している。コペンハーゲン港と北欧各市と主要都市を結ぶラインが毎日運行されている。また、バルト海クルーズなどのクルーズ船も出港している。2012年には372隻の大型客船が寄港し、 約84万人の乗客が訪れた。ニューハウン・アーマリエンボー宮殿及びフレデリック協会視聴者文化施設も参照詳細はカテゴリーコッペンハーゲン出身の人物を参照公式観光。ありがとうございます。